いつでもブイブイほのちゃんです。だねだね不思議なたっくんです。今日はこちら、はい、原宿に遊びに来ております。はい、たっくん、原宿といえば今までどんな企画をやってきたか覚えてますか？そりゃあれですよ、1万円分買ってみたですよね。そうだよね。ですが今回は1万円ではなく、あの夢の企画をやりたいと思います。ってことは買い放題？そうです。ね、前買えなかった次のおもちゃとかも買えるかもしれないので、うん、金額気にしないでいいからね、今回はね。ただし、買い放題といえば制限時間がついてきます。あー、そうだったね。そう、今回は3店舗で30分で考えてます。じゃあ1店舗だいたい10分ぐらいで。いや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 、移動時間も含まれてるんですよ。わー、でね、もうここ来てるんだけど、うん、最初の店舗はピクニックさんになります。はい、早速お買い物していきますか。はいはい、行きましょう。はい、それじゃあ、ちょっと1分早いんですけど、タックの時計11時41分うん、私は11時40分じゃあ12時10分がゴール。そうだね。じゃあ早速お買い物スタート。いけ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 。ピクニックさんはいつもポケモンのグッズを置いてるので、ポケモン見ていこうかな。ポケモン発見。これはなんだろう、なんかポーチみたいになってる。なんかいろいろ入れられそうなポーチ。もうやっぱりね、EV があるんで EV 買おうと思います。前回欲しくて買えなかった釣りのおもちゃがあるんだけど、釣りのおもちゃあるかな。ありそうだがないね。ちょっとあの釣りのおもちゃがないんで、今度はこっち気になっちゃったんですよ。お風呂でね、水族館、ちょっとこれを買いたいと思います。ポケモンのやつじゃん。そう、そろそろね、リップがなくなってきそうなんだよね。なんでこのリップグロス買っちゃおうかな。つなげてポケモン2。これはね、コードにくっつけるやつなんだけど、ほら見て、ビリビリ玉とピカチュウ、面白いラインナップがあったんで、これも入れましょう。ここいらでお会計したいと思います。はい、ピクニックさんでお買い物終わりました。次の店舗行きたいと思います。どうしよう、リップが欲しいよ。いやでも、もしかしたらもうちょっと先にね、あるかもしれないしとか思ったけど、これめちゃめちゃ気になる。またあるっしょ。それではそろそろお会計しようと思います。はい、お買い物終わったので次のお店に行きたいと思います。はい、2店舗目シュガーハイさんに来ました。時間がですね11時49分なんで、まだまだ余裕があります。さあ、お買い物していきましょう。なんだお前、かわいいぞ。なんだこれ、何これ、リュックみたいな感じなんだこれ。買い放題ということで、一目惚れしたらもうすぐ購入っていうね。結構こう見るとね、雑貨とかお菓子とか多いから。ほら、たっくん発見。あ、ほのちゃんだ。何これ、なんかリュック。そう、これ文房具なんだよ。牛乳パックの形したのりなんだって。これ鉛筆削りなの。ポケラン結構さ、お絵かきして鉛筆削り使うから、これ1個買っちゃおうかな。はい、これ哺乳瓶のね、これラムネかな、これガムかな、わかんないけど、哺乳瓶といえばのね、動画でもたっくん大活躍だったんで、これ買いたいと思います。はい、ではこんなところでお会計に行きたいと思います。はい、それではいっぱい買っちゃいました。以上、シュガーハイさんでした。次の店舗に行きます。ね、今日はね、買わないんだけど、こういうステーショナリーもいっぱい売ってるみたいなので、学生の皆さんはね、来たらいいんじゃないかなと思います。手元がやばいのでお会計行ってきます。買い放題だからまあまあいい金額じゃない。はい、2店舗目のお買い物も終わりました。ちょっとね、時間がないので先を急ぎたいと思います。はい、それでは3店舗目最後のお店のね、キャンディーアゴーゴーさんに着きました。キャンディーアゴーゴーというお店の名前に恥じないこのお菓子の量、量り売りだね。グミがね、好きなんでグミをね、いっぱい入れようかな。ジャイアントクロックグミ、緑色っていうのが絶妙に美味しそうだね。ブロックラムネ、タックンといえばブロックなんでね、これは買うしかないでしょう。ポケモンのお菓子も売ってたんで、あ、でもなんかね、これはほのちゃん買ってそうなんで、タックンこのモンスターボールを買いたいと思います。じゃあこんなんでお会計いきます。はい、それではね、量り売りのお菓子をいっぱい買っちゃいました。これで終了です。キャンディーやゴーゴーさんに着きました。見て、超かわいい。これは買います。お菓子の量り売りをやります。これは何、砂糖、かわいいからこれも買う。幸せすぎる。放題だからいいよね。これ何味だろう、たっくんに食べてもらおうかな。わ、これ絶対たっくん買ったっしょ、ブロック。ではこれでお会計したいと思います。はい、お菓子ゲットしたぜ。はい、というわけで3店舗お買い物してきました。なんだそれは。ちょっと時間余っちゃったから、うん、流行りのね、飲み物とデザート買って食べてた。飲み物とデザート一緒に買ったからアイス溶けちゃってるじゃん。そうなんだよ。今からスタジオ帰るけど大丈夫？大丈夫。じゃあこれはしっかり食べてからスタジオに帰って買ったものを紹介したいと思います。ジャンプで帰れるかな。
よしよ、okay、せーの、アイスが、あーへぇー、はい、買ってきましたよ。それではね、もう早速早速買ってきたものを紹介していこうと思います。はい、たっくんから。僕から。うん、はい、ではまずはピクニックさんで買ったものです。はい、お風呂で水族館っていうおもちゃです。お魚とかエイとかカメとかのなんかゼンマイのおもちゃが1個ランダムで入ってるらしくて、本当はあのお魚釣りが欲しかったんだけど、うんうん、ちょっと売ってなかったんで。あ、そうなんだ。それっぽいやつをちょっと買ってきました。これ入浴剤が入ってて、これと一緒に、あ、なるほど、金魚だ、金魚、金魚、金魚っぽい、コイラが金魚だ、コイかと思った、ぽいかな、ぽいね、おもちゃが入ってて、まあ入浴剤で遊びつつ、これでも遊びつつみたいな。だねだね、不思議なたっくんです。これはペンケースですね。ペンケースっていうかマルチケースというか、何でもこう入るものらしいです。はいはい、つなげてポケモン2、あのコードとかにこうつけてなんか飾るというか、まあつけるフィギュアっぽいです。はいはい、何狙い。ビリリ玉、ピカチュウ、せーので、モフローだったね。次に最後、はい、なんかすごく柔らかくて軽そうなスライムライカープラレークラウド、クラウドだ。じゃあ雲触っていきたいと思います。意外と硬いかもしれない。意外と硬い。あ、そうでもないわ。そうでもない。うわ、めっちゃ伸びる。すげえ、いい感じだこれ。めっちゃパラパラしてるけど、ちょっとここ触っていい？いいよ。ふわふわだ。うわ、めっちゃ柔らかい。雲だ。これはハマっちゃうね。ね、ピクニックさんでは時間も急ぎすぎて以上でございます。はい、そして次にシュガーハイさんで買ったものを紹介していきます。はい、はい、じゃじゃーんと、おお、色がね、すごいエメラルドグリーン、すっごい色してる。でもね、こんな色してて、なんと味がね、ホワイトチョコレートなんですよ。そうなの？だって不思議がねと同じ色しとるよ。ほんとだ。いただきます。いや、ホワイトチョコだ。食べてたらベロが青くなりそう。あ、色がね、濃いから。続いて、過去2回ほどね、魔法乳瓶といえばタックンみたいな感じのが出てきたので買いましたと。まあ、中にね、ラムネが入ってて、小物入れとかにもできるそうです。バーバーンとね、メガメロンパンスクイズでございます。でかい。匂いもちゃんとスクイズの甘い感じの匂いがしてますので、うん、これはもうね、シンプルに欲しかったのですぐに買っちゃいました。いいね、遊び尽くしたいと思います。後でじゃん、リュックになってますね。この中にね、いろいろ入るみたいですね。では実際に背負ってみましょう。それって短いんじゃないの？どうよ、後ろにガオガオがいるよ。ガオガオが、ほら、ジブリ体操しとるみたい。あ、こうやってね、そう、よいしょ、はい、よいしょってね原宿っぽいでしょ。怖い怖い。これにこんなんやったら原宿マスターでしょ。じゃあ次に3店舗目のね、キャンディーアゴーゴーさんで買ったものを紹介します。はい、キャンディーアゴーゴーさんといえば量り売りのお菓子ですね。おー、なんかグミ系とチョコ系とラムネ系構成されてます。なるほど、構成されてで、あとね、結構ね、グミが重くって、うん、これだけでね、2500円ぐらい。でもね、量り売りも買い放題だったんでね、普段ちょっと気にしながら撮ってる。そう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 、そう、何にも気にしないでカサ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 って入れてる。最高に楽しかったです。はい、モンスターボールのお菓子、飴が入ってます。ピカチュウのね、バナナ味の飴がね、中に入っているそうです。びっくりするよ、最後。せーの、ドドン。何これは？ですね、メガベアグミ。これもう丸々これグミ。重いね、重いっしょ。未だかつてこのサイズのグミって食べたことないなと思って、はい、興味本位でね、買いました。これはで、たくんのは以上でございます。はい、じゃあほのちゃんが紹介していこうと思います。ピクニックさんの商品から、さっきのたっくんが買ってた不思議種の EV バージョン、やっぱ買うしかないなと思って。そうだねと、あと私もね、つなげてポケモン2、でも2個、メタモンとアーボックとポッチャマが欲しいのに2個だけ買ってきたで、あと EV になれるフェイスパックです。スイートシャボンの香りだって。色がもうおしゃれわかる？それ分かんなかったEV のパッケージのリップグロス、カンカンに入ってんので、中は色付きのね、ハートが書かれてるリップでね、可愛いから買ってきました。ピクニックさんでのお買い物は以上なんで、とりあえずこれを開けてみようかな。来ました。おお、アーボック欲しいやつだ。で、この巻きついてる感がさ、うん、他のポケモンじゃできないじゃん。そうだね。じゃあもう一個、メタモンかポッチャマ。え、メタモン、すげえ、マジで私原宿でお買い物してさ、欲しいって思ったやつばっかり来てない？確かに、音声認識機能ついてんなこれついてるな。次がシュガーハイさんの
はい、お店で買ったものです。ドーナツの形のスクイーズ、あ、なんかチョコレートのチャームもついてる。感触もめちゃめちゃいい感じ。ルガーハイさんは全体的にこう可愛い感じのピンクね。そう、ピンク好きだからさ。だからね、ピンクの、うん、嘘じゃん。ピンクの哺乳瓶も買ってきたよ。よかった、色かぶんなくて。これね、たっくん哺乳瓶めっちゃ推してたみたいな。ジュエリーアメーバっていう商品だったんだけど、うん、おそらくスライム、うん、宝石の形のね、入れ物に入ってて、グラデーションっぽくなってる。そう、ラメもめっちゃ入ってて宝石みたい。通った感じもめちゃめちゃいいスライム。これなんだと思います？消しゴム？もうベタ優先は合ってる。あ、練り消しだ。正解は鉛筆削りです。鉛筆削りか。そう、わかんないね、これ。そこが削るところになってる。本当だ、めっちゃ可愛いので買ってきました。これもピンク。またね、リップ買ってきた。これは色がついてないやつで、ね、もうパッケージが可愛すぎて買ってきました。これもピンク。そう。フレグランスミスト、ギフトセットなんだけどね、うん、買ってきちゃった。いい匂いするやつか。そう、これがね、ボディミストなんだけど、こういうハート型のケースもついててね、小物入れるのにも良さそうだし、女子の香りがする。あと一つ、ロリポップキャンディーの大きいスクイーズ、うん、あ、スクイーズか、これ、うん、本当にキャンディーかと思って。んなわけ。これはもう見た目外。シュガーハイさんは以上です。キャンディー屋ゴーゴーさんで、さあ、まずはね、このお菓子の量り売り。おお。グミとか飴とか、とあとたっくんに食べてほしくって、目玉焼きのグミを買ってきた。おー、大きいやつね。そう、で、あとたっくんもポケモンのね、お菓子を買ってたと思うんだけど、ピカチュウのカンカンが可愛いお菓子があったんですよ。うん、でこっちがクッキーで、こっちがチョコクランチ。ほう、いや、もう可愛いんだよ。というわけで、はい、全部紹介いたしました。はい、どうでした？いや、もうね、最高だったね。うん、最初は原宿って聞いた時に、うんうん、女の子向けかなみたいなこと思ってたんだけど、実際こう買い物してみて、うん、たっくんの好きなものもね、これもそうだけど、そうだよね。めちゃくちゃあって、正直30分じゃちょっと少なかったかななんて思いました。うんうんうん、でも30分で、意外と竹下通りってさ、お店が近くにあるからさ、うん、10分ずつくらいでお買い物できた気がする。うん、まだね、こう紹介できてないお店とかもあるけど、もう歩いてるだけでも楽しめるし、たっくんもさ、アイスとかいろいろ買ってたしね。でもそんな感じで楽しめるところがたくさんあるので、ぜひ皆さんも原宿に遊びに行ってみてください。行ってみてください。で、ポケモンのグッズも探してみてね。それでは本日の原宿30分の買い放題の動画が面白いなとか、私も原宿行ってみたいなと思ってくれた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。ポケる。ソラ、このピンクバッジを受け取るがよい。よし、僕たちも。ティン、たっくんは今日からピンクバッジをもらった。ピンクバッジを持っておれば、誰のポケモンでもレベル60まではお主に従うようになる。そうだ、これをお主に。今日から技マシン27、毒毒。おお、だいぶ苦しめられた技だ。400年昔より我が家に伝わるポケモン技、技マシン27には極意毒毒が封印してある。毒毒は毒を浴びたら一ターンごとにどんどんダメージが大きくなる。これは相手に恐怖を与える技でござる。じゃあ、お、同じことは言ってくれ。まあ、ちょっとイーブイが呼んでるね。みんなに自慢したくて尻尾振ってる。かわいいな。そういえばさっきお腹減ってるって言ってたな。じゃ、ジムリーダー勝てたから、ちょっといい実をね、食べよう。はい、よかった。ありがとう。
いや無事制覇しましたね。いやよかったよかった。サチと傷ついたポケモンたちをね回復させに行きます。ありがとう。ということでね、残りのバッジはね、3つでございます。あ、振ったことによって出てきちゃった。いや、この画面で。というわけでね、まあ次は、おそらく夏目のねあのジムだと思うんでね、次は夏目を頑張って制覇したいなというふうに思っております。